む？見せてごらんなさい。すりむいたんですよ。小谷先生、よろしい気がして。もしかしたら学校用紙かもしれないわ。どうして結婚なさるの？それともどっか行ってしまうんですか？八谷さん、驚いたわ。いきなり物言ったりして。尾行してらしたのね。探偵や新聞記者みたいな真似するのおやしなさい。ところが僕はその新聞記者なんだ。新聞記者にもピンからキリまであるわ。もちろん僕はそのピンの方だ。私、お先に失礼。あら、困るわ、先に帰られちゃ。尾行するつもりはなかったんだけども、学校行ってみたら今お帰りになりましたってんで、慌てて後を。実はあんたの今の話でちょっと聞いてきたいことがあるんでね。あなたには相談しないわ。一応誰に相談するんです？私は天に相談するわ。天？天は雨を降らすだけだ。ほんとに降ってきたわ。例外なしに雨が降るのね。あの方、どうしてひげなんか生やしてるんでしょうね。お兄様のお友達ですから、まだ20代なんですよ。兄が南方で戦死して、私一人ぼっちになったでしょ。それでもって私のこと心配して、あなたは天涯孤独だからって慰めたり励ましたりしてくださるんだけど、あの人の顔見るとかえってこっちが悲しくなってきつく当たりたくなるの。きっとあのヒゲのせいかもしれないわ。若いくせにあんなヒゲなんか生やして。それにあの人に会うときっと雨が降るのよ。どこも痛いところないようにしていかなくちゃ働けねえぞ。
どうして雨が降ってるか知ってるかい。誰かが知ってるさかいよ。誰かって誰だい。あんた文久3年にね、品川沖であんたって名前のクジラが取れたことがある。こういうひげを生やしちゃった。嘘ばっかし。クジラといえばね、私が欧州航路の船乗りをしているときにインド洋でね。あんた船の話だけしかしないんだね。昔の夢だよ。辛坊、黒い行ってきな。濡れたまんまでいるんじゃねえぞ。うん。さあ、これときかい。もう明日から餌やられへんの。うん、心配せんでもお姉ちゃんがやってあげる。さあ、早く聞かんと風邪ひくし。風邪ひくんじゃねえぞ。一日休めば一日増産が遅れるんだ。おばいって風邪をひいたったらお父ちゃん承知ねえぞ。お腹が痛くなったらこのダラスケって薬を飲むんだ。ちょっと苦いけどよく効くぞ。おい聞いてんのかい。お父ちゃんな、12の年から船に乗ったが、インド洋を渡る時でも太平洋の真ん中でも大西洋の上でも剣だって牛を恋しと思ったことはなかったぞ。人間は体を責めて働かなきゃ。あ、手当たった。弁当買おうか。車内に急病人ができまして。病人がどこですか。車掌室に寝かしてあります。寝ておられますと言ってます。どこで降りる人ですか。は、大阪で降りられます。僕も大阪までだが、大阪までにケロると治るでしょう。は、軽い経験です。交通面ですよ。そうでしたわね。加工してのは分からなかったんですわ。簡単ですよ、その詰め趣味は。一番教えていただけません。こっちが負けるかもしれない。どうして将棋なんか知ってられるんですか。父に教わりましたの。私たちハワイの田舎にいたものですから、将棋をする相手がなくて、それで私相手に。おお、入り組みの将棋ですか。駒を並べてますと亡くなった父を思い出しますわ。父は昨年亡くなりましたもんですから、私一人ずつでこの間の交換戦で帰ってまいりましたの。おお、じゃあ私の先手。あ、あなたのショート書くと入れ違ってますよ。ごめんなさい。なるほど、桂馬と出ましたな。目標前方の桂馬300腕といきますかね。あ、軍人さんですの。どうもおかしい。お医者様で軍人さん。あ、軍さんでしたの。おかしい、どうもおかしい。お、間違ってる。僕も入れ替わってる。どうもこれは僕の負けですな。そんなことあるまい。
しのぎはありません。これまでです。まあそんなもんかな。弱くなったな。どうしたんだ。戦地でもやったんだろう。親孝行です。ああ、機関第一日に親父に将棋を負ける。これすなわち親孝行ということにはならんよ。背中流しましょうか。いや、それには及ばん。将棋には勝たせてもらい、背中まで流してもらっちゃいささか恐縮だ。お父さん、後ろ座で今どのぐらいあります、うん、お前は戦争に行ってから担当直入に物が入れるようになったな。以前は下を向いてボソボソ言うばかりだったが。そうすか。お前の田中残量より少ないかもしれんぞ。は変な顔するな。しかし、わしが長年教授勤めをして、その俸給で食ってきたから、親父から受け継いだ分は減らしてないようだ。それを今そっくり僕にくださいますか。うん。つまり、何かやりたいんだろう。そんなら、いつでも財産は譲ることにしよう。恐縮です。うん。その代わりというよりむしろ、同時にだな。お前はもう一つもらうべきもんがある。僕はこれで十分です。まだ何をもらうともわしは言ってらんぞ。じゃあ何をくださるんです。細君だ。誰のですか。誰のですかって聞くやつがあるか。お前のだよ。そそかしくせは相変わらずだな。もらえというのは、わしの友人で神戸の造船所の技師長をしている男の娘さんだが、まあ、東大稀に見るいい娘さんだ。写真がありましたよ。追ってまいりましょうか。写真じゃわからん。実物主義だ。実物は見なきゃわからん。いいところは。でも翔平が見たいんでしょうから。いえ、僕にはそういう趣味ありません。どうぞお構いなく。実物主義となるとつまり見合いだな。どうもこの見合いという言葉は大の男が身なりに口にすべき言葉でないが、他に適当ないい言葉がないから見合いということにして。さて、こいつを早いこと実行したいんだが、翔平、お前いつがよい。早い方がいいんだ。僕は一緒に一度しか見合いしないと決心してるんです。僕の友人で60回も見合いをして細君を物色したやつがいますが、こいつはそんな風にして物色した細君の実家から出してもらった金で要求して、今じゃ院長で収まってるんです。内地にいる時は何とも思わなかったんですが、戦地でそのことを思い出したらムカムカっとしてきましてね。とにかくこんなの浅ましいですからね。それで、お前は一度だけなんだね。そうです。つまり見合いした以上必ずもらう。うん。その主義は手間が省けて賛成だ。その代わりうっかり見合いしません。うん、何もうっかりしろとは言っとらんぞ。しかしですね、後で断るならいくらでも見合いします。断らない主義だとするとやはりいくらか考えないと。なんだか以前のお前みたいな口の利き方だね。担当直入に返事できんかね。軍人だろお前は。は、一週間のうちに見合いします。つまり来週の日曜にやるんだね。うん、日曜ならそうとも都合がやから。ところで、打足のようだが、一週間の人は何か根拠があるかね。土曜日にぜひ会わなきゃならない人があるんです。見合いするとなると、それまでに一度会ってきた人なんです。なるほど。そういうこともあるだろう。明日は京都行って大橋先生に相談してくれると思うんです。今度の仕事のことで。だいぶ寒い見てきたんで、物が小さく見えて仕方がなかったんですよ。あなたに会った途端に普通の大きさになりましたが。昨
な大きさの那覇でお目にかかって、今日また那覇でお会いできるなんて本当に奇遇ですわ。僕は昨日少年と出会った時に今日ジャーで会ったという経験があります。これからどちらへ？いや別にどこと言って、実は奈良へ来るつもりじゃなかったんです。京都へ行くつもりで京阪電車に乗ったはずが、うっかり環球電車に乗ってしまったんで、ついてみると奈良だったってわけです。私はまた迷子にばっかりなってるんですの。奈良は初めてですから。奈良の地ですか？はい、ちょっと。そうだ、療養所があったんだな。この道をこう行ってと。僕ついてだから療養所行くことにします。知ってる兵隊がいるはずですから。じゃあ失敬。なんといっても病後だからな、走ったり無理なことはしたりか。走らないと、ブニードのバスを見せないとでありますから。で、いよいよ今日、神戸の工事へ来てるよな。あ、もう日陣でお芋なやってる時代はないと思いまして、うん。駅まで送っていこう。は、送っていただきますか。そのうち神戸行ってやるよ。お前の体を一度診察してやろう。ありがとうございます。もう体の方は大丈夫や思いますけど、神戸の工場へブニードがおいでやすのは嬉しいです。
もう今頃どないにしてるやろう。一生懸命働いとるに決まっとる。辛抱も今は立派な少年校だ。親父のお前は棒だらけど、息子はお国のお役に立ってるわけや。わしが棒だらならお前はニシンだ。そら、風呂行ってくるか。お、呼んだようだ。君、三時二番じゃどの辺？さあ、今どこまで進めたかい。ちょっとお尋ねしますが、はい、32番地はどの辺でしょうか。32番地はこの通りだと思いました。全体止まれ。誰か32番地を知ってる方ありませんか。32番地を、はい、32番地はこの通りです。ありがとう。矢野さんという家どこか知ってる。さあ、矢野さんのお宅でしたらこの横に一軒ございますが、でもそちらでしたら確か22番地だと思いました。ちょっと待ってください。ああ、22番地でした。いや、僕の間違いでした。22番地の矢野和子さんです。矢野和子さん。その方を訪ねになるんですの？ええ。その方なら、去年亡くなられましたが。そんなことはないです。現に僕は。静かにして、静かに。現に僕は三月前にその方から芋袋をいただいてるんです。とにかく行ってみます。ありがとう。こっちですか？こちらです。私たち学校の帰り道ですから、ご案内いたしましょう。恐縮です。気をつけ。前へ進め。グリーンさん。よう、また迷子になってるんじゃないんですか。22番地はどの辺でしょうか。22番地の何というお家でございましょうか。古道具屋さんなんですけれど、タイガドスっていう。ああ、そこでしたらご案内いたします。あ、どうも。あなた方、傘は？でも、もう雨上がっておりますから。おお、そうですか。おお。こちらですわ。あ、どうもありがとう。じゃあ、失礼します。わざわざ、どうもありがとうございました。どういたしまして。じゃあやっぱり和子様は。はあ、母は一番初めの慰問袋を送って直に死なはりまして。そうでしたか。では僕のお礼の手紙がついた時には。まあいたはりしまへんでした。そんで直にそのことをお知らせしよう思ったんですけど、戦地で働いてくれてはる人にそんなこと知らせるのは縁起が悪いとこない父が申しましたさかい。母が死んだことは内緒にして、私が母の名で慰問袋を送ってまして、なんや、嘘をついたみたいで、すんまへん。とんでもない。帰って恐縮です。しかし僕は、和子様とおっしゃるのは、あなたへのお若い方だと思ってました。なんでですの？あ、父が戻ってきました。残念なことしちゃいましたな。うん、一足違いでした。で、その仏像買った方のお名前ご存知ですの？ええ、それはよく知ってます。お得さんだったかい。中瀬公園という高等学校の先生だし。本今校庭で帰りはったところだし。いや、実は私もそんな勇者あるしないことを知りませんし、それにあの仏像持って汽車に乗ってましたら、あれだい、痙攣を起こしましてな。もう誰ぞ早く校庭に持って帰ってくれやったらと、金持ってやして。よし。初めて知っていただいて体を見てもらったりして恐縮ですな。これが商売です。少し威嚇症のようですな。え、もう手遅れですか。はい、大したことありません。働くには助かりません。今度来るとき何か薬を持ってきちゃいましょう。どうぞ。あ、なかなかいい体ですよ。12の年から45まで船乗りをして鍛えた体ですからね。それをまたどうして。こんな商売やってるかとおっしゃるんですか。うん、それがね、気楽な商売やと考えたんですよ。船から陸へ上がった時にはコックの腕に覚えがあるんで、入らない洋食屋を開いたり、そんな柄にもないレコード屋をやったりして、今にして考えてみると随分つまらないことをしまったんですよ。隣の西親父がね、私のことを棒だらって言うんですよ。今日はこれで失敬します。まあいいじゃありませんか。失
一つ聞いてくださいよ。大泥棒と言うんですよ。さもありなんと私は思いましたよ。で、今いろいろ考えてるんですがね、こんなあんた隠居のような商売をしていた日には体の肉と骨がバラバラになってしまいますからね。いや、あんたこの次またもう一度いいですか。人と会うことになってたの今ふと思い出しましたので。じゃあまだいいでしょ。いや、一刻も猶予が長いんです。実は僕の計画している仕事のことで会いますのでね。医者の保養所といいますがね、僕は子供の頃から橋間以外の病気をしたことはないんです。強いて他に病気だって言えば、そそかしぐらいのもんだっていうわけで、つまり僕は健康に育ってきました。それだけに弱い子供のことを考えると、痛々しくてならないってことを前で原住民の子供を診察しているときふと感じましたのね。これは一つ内地へ帰ったら日本の虚弱児童のために大いにその連戦運動というよりもその実際的って言いますか、つまり具体的に言って道場とか連戦場とか療養所とか、いや、希望的に言えばこの3つを加味したあるものですね、建設してやろうと。昨日も今日と言って僕の先生に相談してきましたところ、大変賛成してくださったので、実は今日これから健康地選定のことで人に会うことになったんです。というのは僕の親父が財産を譲ってやると言いますので、それとこれにつぎ込まってるわけなんですよ。何しろ重要なのは第二の国民の健康ですからね。今日本の学童の結核率を、いや、また体をせめて働かなきゃ嘘ですよ。お忙しくございます。忙しいです。で、私はどの客にも5分間しか会わない主義になってるんで、要件を伺いましょう。この仏像を譲っていただきたいんですが。欲しい理由を説明してもらいましょう。ごく簡単に1分間ぐらいでどうです。女の方はとかく行実だから、もっともわしの息子は男だが、仕事のことで喋り出すと一人で2時間ぐらい演説しますがね。じゃあ簡単に申し上げますわ。あ、その仏像は私の家に先祖代々伝わったものですが、父がハワイ渡りますとき奈良のことをやってしまいました。父は昨年亡くなりました。その時の私への遺言に、ハワイへ来て初めて先祖代々の品を払ったことを後悔した。お前が日本へ帰ったら買い戻して叱るべきことは納めてくれ。とげくさい、うがった話ですな。で、私はこの間の交換船で帰りましてから、奈良、京都、大阪と点々と映っているその仏像の後を追ってきたんですの。で、本日ついにここで巡り合ったというわけですか。実にいいもんだがな。しかしそういうわけだとすると、わしが譲らないとすれば、あなたはこれから毎日やってくるだろうね。諦めるかな。じゃあ譲っていただきます。近頃譲ることに慣れてるんでね、近く財産を譲ることになっております。このところにね。お客様ですか。あら、いや、お父さん、僕の真似そうしてませんでしたか。はてね、いらしてたんですか。どうも失敬しました。いや、お邪魔しております。これを見にかかるとは思いませんでした。偶然出会ったら次出すキリがないんですね。はあ、でも何ですか、こういう何かとしますと仏像に導かれている気がいたしますわ。仏像って何ですか。二人とも開けたらどうですか。座ったついでに胸のポケットを見たらどうだね、翔平。あ、ありました。忙しそうだな。ええ、いろいろ会わなきゃならない人がいるのでね、忘れるように書き留めておかなくちゃ。そのうちには偶然会う人もあるだろうし。なるほど、忙しいらしいが、分かってんね。あと3日だよ。何がですか。見合いだよ。あ、失礼ですが、その仏像いかほどだもとめに。ああ、大金ですか。それはいただけません。進展しましょう。で、それでもあんまり。いや、いただいてもみんなこの男のものになるんでね。それに失礼だが、あなたはお父さんおられんようだし、ハワイから帰って一人ごっちでやられるとやはりあれだしね。まあ、他には持っていらして。近畿地方には4つの大きな都会があります。知ってる方は手を挙げて。はい、青木さん。そうです。みんなそれぞれ県庁役所の所在地ですね。
この4つの都会の中でも、大阪、神戸は日本の生産力の中心地で。前へ前へ。日本語を教えに行くんですか。その選考試験を受けたんですよ。合格者の名前が出てます。あなたの名前出てるでしょ。あなたに早く見せてあげようと思って休館の第一班をギラズリのまま持ってたんだ、まあ、どうもこの間からあなたはその試験を受けたんじゃないかって気がしてたんで一遍それを聞こうと思ったんだが、どうして僕に相談してくれなかったんです。あなた一人ぽっちじゃないか。あなたに相談しなきゃいけませんよ。いやいや、そんな義務はあんたじゃない。悲しいかな、僕にもまた相談しろって権利もない。しかし僕もかつては報道範囲として南方におった人間だ。あんたが南方に日本語を教えに行こうって言うんなら及ばずながら僕も本当僕は頼りない影の薄い男だ。いいえ、私は誰の力も借りたくなかったの。私はただ兄の前に来た時で働きたい一心なの。兄の一周期ももうあさってですわ。あら、ハチさん、お尻を取りなったの。ええ、まあね、おかしいでしょ。小笠先生、どうかなって。私はいいか。でもないの。あ、萩谷さん、この間の傘をお返しするわ。ああ、いや、持ってた方が無難ですよ。他は例によって代わりのやつをこうしてね。よそってみたところで大したことはありませんよ。つけ。愛しい二人は晴れたれど三日四日いつかは雨に風。なんで戻ってきはったん？新聞記者のあの八犯人でおたんや。あの人におたらきっと雨やからな。えらい人に会いはってんな。ああ。どうや、泣いたか？泣けへんわ。ここへ釣る人は泣くやろ思ったけど、やっぱり開かへんわ。そうか。陽子ちゃん、そこにショパンの21の前奏曲があるだろ。ええー、あるわ。なんかの雨だれってのをかけてみて。確か16番だ。雨だれなら18番だよ、八谷さんの。だって雨の音楽だろ。流行歌は使わないことになってないんでね。八谷さんの文句、みんな雨のことばっかり。そういうのよ。ところで僕が南方行ってしまったら、写真をつける人はいるかな。喜ぶ人もいるわ。誰だ、先生。
一日増産が遅れるんだ。お前が一日工場を休んだら、それだけ飛行機の増産が遅れるんだぞ。そのことをお前がこぼった新聞にも書いておったから知ってるだろう。僕もそのことは何べんも書いたぞ、新聞。すぐに工場へ帰れ。お父ちゃん名古屋まで送ってやるから。あ、立谷さん、いませんが、あんた、休校券2万円。よし、来た。名古屋までだ。うん。席は待ってよ。せめて、晩ご飯片付けたら、もうできてへんやけど。そんだったらそれ、ベッドに詰めてくれ。機械の中で食うから。それじゃ、働いて今日休んだ分取り戻さなくちゃいけねえぞ。あったか。これならどんな無理な夢でも大丈夫やっていける。あ、ありがとうございます。わざわざ神戸まで来ていただいて、昼寝休んでちょうどよかった。じゃあ元気にやりましょう。おいです。仏像の歌をまだ渡してないんですけれど。よう、いいですよ。親父は譲ることは好きらしいですから。戦地にいて一番つらかったのは、野戦病院で昔の友人に会った時です。友人はその日死にました。家族は妹さん一人きりです。あなたも一人ぼっちですが、その妹さんもあなたに強く生きてくださったらいいんですが。明日は友人の命日なので、ぜひ妹さんを訪ねるつもりですが、その人の元気な姿は見届けないうちは、僕も見合いする気になれないんです。というのは、僕は一緒に一遍しか見合いしない日にできて、見合いした以上、必ずその人と結婚すると決めてるんです。変な心理ですが、つまり相手の心を傷つけたくない。大学の方々は特に振るってご参加を願います。
ちお願いします。振ってこっちお願いします。選挙の辞任が不足していますから。まだ出てくるんですか。いや、僕は人を訪ねに来たわけです。じゃあ、そこらしく出てくださいよ。躊躇なさるほどの。自分方の卑怯。僕は何もとに躊躇しません。出てくるんですか。ありがとう。すいませんが、まあ、キャンは聞こえませんか。あ、どうぞ。ありがとう。お預かりしましょうか。神社まで大きく何秒で走ります。何秒ってことはありませんよ。まあ半時間で走れたら早い方でしょう。よーい、ああ戻ってください。一応にスタートしてください。よーい。女子青年団の団体行進でございます。そうでしたか。あなたが太田君の妹さんでしたか。実は僕も戦国からあなたを探していたんです。今日は何も走るつもりで来たんじゃないんですが、あなたをお尋ねしてきたところ偶然運動会だったもんで、ね、拡声器で一等になられた方が中瀬子さんだと伺ったもんですから、すぐ飛んでまいりましたの。
れてきた顔を見て、おやっと思いました。見たことのある顔だなと思ってよく見ると、それが大和五条、つまりあなたは兄さんだったんです。僕は夜通し看護しましたが、明け方にはとうとう立派な最後でした。兄も中学時代のお友達の軍医さんに看護されて、さぞかししかし、あなたはこんなに元気に強く生き生きていらっしゃるのは意外です。いや、僕も安心しました。実は今日、尾形君の命日に、こうしてお目にかかるまでは、あなたのことを心配で心配でならなかったんです。しかしもう安心です。尾形君とどこかであなたのことを安心していることです。ちょっと失礼いたします。100メートル走ってまいります。ただいまの女子職員競争の成績を申し上げます。100。尾形清子先生。今夜は商売に出られるね。いや、天気を当ての商売ってやつも嫌になってもた。そう、雨が降っても槍が降ってもという商売に転言しようと思ってます。レコード屋をやんなさんだよ。人間体を責めて働かなきゃ嘘だ。なんだよ、お前一人か。中瀬子さんもまだ起きはるよ。うん、中瀬子さんの見立て通り、俺の体はまだまだ働けるな。中瀬子さん遅いな。まだ走ってはんのやろか。いや、待ってました。マラソンは取りもらいました。あら、一等。あなたにあげますよ、それ大きい。あなたにはこれ、約束の威嚇者の薬です。気合せに飲んでみてください。あの、おうち。あ、しまった。どうかしましたか。南方土産の麺を持ってきてあげようと思って、うっかり忘れてしまった。明日持ってきます。あら、明日は気配ありますの。陽子、お茶入れてきなさい。いや、いらっしゃい。八谷君じゃないか。じゃあやっぱし長瀬子君か。うん、イノシシだよ。いや、慌てもんの。もう知り合いですか。中学時代一緒だったんですよ。もう10年も会わないが、面影あるね。実は僕はさっき君を学校で見たんだよ。マラソンやってるとこ、うん、どうしてこれを。いや、隠れようと思ったんだけどね、雨が降ってるどさくさまが見えなくなっちゃった。その前に君、尾形君の妹さんと話してたの。うん、あの時そばに行きたかったんだけどね、なんだか悪いやろな気がして。悪いことあるもんかい。変なやつだな。尾形君なら君もよく知ってたんじゃないか。うん、俺よく知ってたけども、君あの妹さんと親しいの。うん、会ったのは今日が初めてだ。あ、そうか。君はまだ一人。誰は僕のとこなんか来るもんかい。君よ。もちろん一人さ。もっともあさって離縁することにはなってるわね。そうか。で、誰だ相手は。誰だか知らん。名前は分かってるが、小谷初枝。小谷初枝、聞いたような名前だが、名前の感じは清楚だな。妻をめとらば、最たけてか。未明、麗しく、情けある。友選ば場所よぎて、六部の狂気四部の熱。なんといらっしゃる日になりまして、まもなく外れがあると思うんですけど、初江さんのお見合い明日でしょ。あら、
ってご存知？副校長先生に伺ったの。どんな方でしょう、相手の方。という言い方だと思うわ。もちろんあなたはその方の気に入ると思うけど。そうかしら。あら、自信がないのね。大丈夫よ。私当ててみましょうか、その方。軍人さん。あら、当たった。じいさんじゃない？また当たった。千里眼みたい。じゃあもう一つ言うわ。今度はもう当たらないと思うけど、軍人さん。あら、当たった。でこんなにぴったり当たるのかしら。出任せに行ってみただけよ。私はただ兄さんのお友達のことを書いて行ってみただけ。偶然よ。そうね、偶然ってあるものだわ。私が今日その軍員さんにお会いしたというのもやっぱり偶然だったんだわ。あら、どこで？学校で。じゃあその方。あら、どうかなしたの？中瀬子さんならきっといい方だと思うわ。あなたきっと幸せになれるわ。もちろん今だって十分幸せでしょうけど。いやだわ。私は南に行く。あなたはいいお嫁さんになってね。医者の不養所っていうのはね、僕は子供の頃から機械に病気したことない。ひいて他に病気だっては素食過信ぐらいのもんだ。というわけで、つまり僕は健康に育ってきた、それだけに弱い子供のことを考えると痛々しくてならないってことを、マレーで原住民の子供を診察してるときふと感じたのでね、これは一つ内地へ帰ったら日本の貴族児童のために親にその連生運動というより、むしろその実際的っていうか、つまり君、新聞に書いちゃダメだよ。家内ね。そうか、よし。つまり具体的に言って、道場とか練成場とか寮場とか、いや基本的に言えばこの3つを加味してあるもんだね。建設すべく今計画してるんだが、もう大体目までがついてるんだ。いらっしゃいませ。お邪魔してます。おや翔平、いつまで規範を巻いているんです。しまった、運動会で先生に書いて返すの忘れていた。中瀬子さん、見合いしやはんのね。男も年頃になりゃ見合いをするよ。いつかって見合いしようかしら。バカ、相手もないのに見合いができるかい。そんなにお父ちゃんや姉ちゃんのそばが恋しいんなら、お父ちゃんや姉ちゃんがお前のそばへ行こう。お前の工場一緒に行こう。一緒に働こう。そのがお父ちゃん。陽子、お前も行くんだ。一緒に名古屋行って一家総がかりで働こう。善は急げ、明日名古屋へ立とう。まあ明日は中瀬子さん来はるんやけどな。中瀬子さんのことは諦めな。人間、自分の体を責めて働かなきゃ嘘だ。Thank you.
木下先生とおっしゃる方いらっしゃいませんか。あら。やあ。この間はどうも、わざわざ案内していただいて。あら、いいえ。今日は日曜でどなたもいらっしゃらないのでございます。日曜。これはうっかりしてましたな。木下先生に何か。昨日こちらの先生にマッキャマンを返して返すのを忘れて帰ったんですが。後で見たら木下という名が入ってましたので、木下先生とおっしゃる方のではないかと思って今日持参したんですが。私お預かりしてお渡ししときましょうか。恐縮ですな。失礼します。ですが、あなた小谷初江さんですか。はい。実は僕は失礼します。南方でもし僕に会って雨が降ってももう僕のせいじゃない。南方じゃ毎日雨が降る。スコールといいやつだ。もう僕は雨男じゃない。今日は絶対に雨は降らせませんよ。あ、蜂屋さん。
ぱりこの人だ。こんなもの見る趣味はないなんて追いだったくせに。いや、ちょっと見ておきたいんで。それに今夜はもうお見合いですよ。え、明日じゃなかったんですか。まあ、あ、そうか、やっぱり今夜だ。お父さんも帰られましたか。今日は日曜、それに夜はお見合いだし、一日お家ですよ。で、あとはもう引き継ぎの問題です。どこか健康地を見つけて連生所を作り、ここへ居宅児童を使用するわけです。何といっても重要なのは使用国民、すなわち学童の健康問題です。現在日本の学童の全てが健康であったとすれば、もう次の時代の日本は安心です。医者の制御といいますかね、僕は子供の頃が8ヶ月の病気は分かった。お前の計画は今朝の新聞で読んだ。機関軍人が居宅児童の連生に乗り出すという見出しで激昇してやった。まず私も賛成だ。お前その新聞見たろ。いいえ。自分のことを書かれていて少し浮かずだな。あ、8や17の仕業だな。絶対に書かないって約束しておきながら、聞か、新聞社に電話かけて8に抗議申し込んできます。もしもし、あ、そうです、長坪です。翔平は僕です。あなたは。え、先ほど学校で末期規範をお預かりしたものでございますが。小谷さんですか。失礼しました。あの規範にはあなた様のお名前が入っておりましたので、もしやお間違いではないかと思いまして。失礼ですが。それでわざわざ電話。あ、確かに僕の間違いでした。ご丁寧にどうも。じゃあ、ちょっと突然ですが、僕は今夜あなたと見合いすることになってるらしいんです。ところで変なことを言うようですが、僕は一生に一度しか見合いしない主義でして、なるべくなら今日あなたと偶然お会いしたのを見合いと思っていただきたいんですが。で、早速ですが、僕は旧大ですか、落大ですか。もちろんあなたは旧大ですが、いや、優等です。僕のようなせっかちのそそかしは落大ですか。僕の気持ちとしてはなるだけ旧大点をつけていただきたいのですが。何です。すいませんが、もうちょっと大きな声で。え、聞こえません。もしもし、もしもし、聞こえません。もしもし、そちらの電話故障じゃありませんか。聞こえません。もしもし、旧大ですか。電話が途中で切れたので聞けなかったんですが。あなたは天の辛い先生でしょうね。僕のようなせっかちなそそかしはやっぱり落第ですか。そうですか。それではあなたにぜひ一つ聞いていただきたいことがあるんです。僕はあなたに僕の仕事を手伝っていただきたいんです。医者の風情といいますが、僕は子供の頃から8ヶ月の病気をしたことないんです。ひいてここに病気だって言えばそそかしぐらいのもんだってわけで、つまり僕は健康に育ってきました。それだけに弱い子供のことを考えると、痛々しくてならないってことをマレーで原住民の子供を診察してるときにふと感じましたのでね。これは一つ内政に帰ったら日本の居宅児童のために大井のその連戦運動というよりその無償に実際的に言ってますから、ね。